あ、そうですよ。チョコミント食べて、あ、歯磨きこうやんって思う人です。うん、結構午後革命みたいなこと。日本語訳しないで。え、何かわいい牛とありがとう。で、この部屋どうしたん？このショールーム部屋何があったん？かいはー、秋といえば、秋といえば山手線ゲーム、ゲーイ。秋といえばお芋、モンブラン、モミジ、栗、赤、いや、プロ野球シーズン佳境、ニットはまだ早い、夜が涼しい、キノコ、ユミコの誕生日、出てこん。ガリガリ君の梨味、確かにそうじゃん。サンマ、むずい。え、むずい。魚もそうじゃんね、確かに。あ、月見バーガーね、確かに。え、悔しい、むずい。めちゃくちゃあると思ったのに。他の誕生日、確かに。え、どっからどこまでが秋っていうかね。あ、ハロウィンとかあったやん。まあ12月から冬よね。9月から11月、うーん、分からん。あくびしました。最近あくびを我慢する方法を知った。秋ってなんだろう。でももう秋よ、もう秋な感じがする。看板は7月の舞台だった。あ、来月は舞台稽古が忙しそう。そうじゃね、確かに稽古が始まる。なかなか名古屋行くことないじゃん。東京か、まあ広島みたいな感じじゃけど、カノンと会えるよ。朝晩は涼しい。そうじゃね、めっちゃいい。いやでもなんか、うん、やっぱり私好きなことが分かり、あ、冬が好きなことが判明しました。分かりました。
ほんまにやっぱり自分は冬が好きなんじゃなって夏の終わりに思う。やーぱービビッと来てるよ、君のイメージ金木犀よ、香りまで妄想しちゃうなんてバカね。夏の終わりの初夏の今日は気持ちをとっくに越していた。最高やっぱ最高、グッときて心臓パンと割れる。これ夏の終わり初夏の気温、前髪に隠せないって君はいつも言う。目つきの悪い僕の目、見るのは少し斜め。ゴミで溢れた部屋で思った、握ってたいのはスマホじゃない、あんたの右手だオーライ。言うことは単純だけど今じゃできてるアイコンタクト体温。この歌は金木犀っていう曲です。秋っぽい、48の秋っぽい曲ってなんじゃろ。48じゃなかったとしてもアイドル。南半球行ったら冬なんじゃ。え、 AKB にも金木犀って曲がある。あ、単日植物ね。シャンラランシャンラランシャンラララララ。コスモスの花が咲くその頃には、空の体温が急ぎ足で、なんとかかんたんたった、思い出の思い出を振り返る時間もなく難しいか分かりません。枯葉のステーション、分からんな、調べてみるしかないな。STU の風を待つは春っぽいもんね。AKB さんの曲はね、季節か年中歌える曲なんか。こんばんは。秋に撮った MV ってなんかあるかな。待って、私さ、ちょっと最近ね、思ったことがあって、思い出せる恋をしようなんだけど、めちゃくちゃなんか悲しくなる。思い出せる恋をしよう聞いたら、わかる？ナチュラルな外姉になった。なんか歌詞がすごい、なんかどんなに時が過ぎ去っても君のことを、君の顔が浮かぶだろう、違う空を見
見上げていたって忘れないよ。でなんかあのこれサビぶりがなあちゃんと同じペアぶりみたいな感じなんだけど、なんかそれもなんか含めてなんかメンバー失業したメンバーのこととかなんか考えると、いろいろね、あれを歌ってる時は何とも気づけなかったことじゃ、今は風に吹かれてる、風に吹かれてるよ今。こんばんは。ね、風、明日は久しぶりの山口公園行きます。おー、明日は久しぶりの山口公園。え、山口公園ってめっちゃ久々、もしかして。なんか最近さ、香川に行けとる、香川に行ったり、香川にも行けたし、岡山にも行けたし、広島にも行けたし、ハムスター、ハムスターで恋法を見てきました。栗林劇場怖かったです。勝ったからもうな、もう OK です。明日、あ、そうだね、明日の山口はお昼は全部出るんだけど、夜はちょっとラジオのために、あのラジオでスタジオに行かなきゃいけなくて、まさかのね、前回、あ、仕組みを説明したらね、私が毎週やっとるラジオが、MBS ラジオさんの毎日放送さんの、ごちゃ、1時半からあるごちゃのラジオ配信なんだけど、それはなんか、ヤンヤンガールズって言って、なんかメンバーがね、ヤンヤンガールズのメンバーたちが、まあ、18人ぐらいおるんじゃけど、でその中で毎回ねラジオの中でゲームするんよ。でそれに勝ったらスタジオに行けるみたいなやつなんじゃけど、まさか私勝ってしまって、ライブがある日なのに、来週、先週の話じゃけね、勝ったのが。まあそうね、勝ったんや、トップを取っちゃったんや、嬉しい。で、まさかの、一部出演です。あの時はね、もうテンションで、あの日のテンションで勝ってしまいました。最近トップと、え、そうなんに、あの、トップ取ったの2回目？嬉しい。後悔に会いたかったから、
勝ちにしたんだと思う。ほんまにそんなことないき。いや、そんなことないき。そんな感じで。相変わらず眠そう。眠いでーす。じゃあもう寝っ転がるか。いや、あれ全然元気。歯磨き。磨いたと思うんだけどね、私。え、私磨いたよね、歯磨き。したと思うんだけどね。してなかったのかな。もしこの世界、今日さ、あの、ピンセットを買いにさ、薬局に行ったんだけどさ、薬局行ったらさ、鼻だれ流れ始めた。びっくりした。ちょっと。ジャラジャチャチャチャ、ジャララチャチャ。あのさ、この振りだけ。とこの最初のイントのとこあるやん。あそこだけ踊った。歩いてつかむ、歩いてつかむ。うん、そこだけね。ただ急に急にこうやって壁作り始めたら怖いけど、まあそこだけ踊ったしれっと。でもね、聞いてほしい。なんとね、店員さんがちょっと口ずさんどったんよ。え、てかその人、まあ脚立に立っとって、すごいなんか危ない、や、脚立がなんかグラグラしとって、あの並べとってね、商品を。え、大丈夫なんかなと思ってそれ見とったら、ラー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 を、あの、口ずさんだった。多分その薬局でやっぱ有線をさ、こう流してくれとったらさ、いっぱい聞くんかな、そんなあれだったらな。あ、ST が出とる。ラララララ。え、なんか踊ってる。なんで？何してるの？え？ ST が出てる。今テレビに。アナウンス。リコ、ミホ。アナウンスしてる。ユミリン、モモってこと、どういうこと、広島空港。え、待って、急にラララララ今鼻だれ話しとったじゃん。ちょうどその子テレビで、え、なんかちょっとテレビで ST が出てた。やばい、ちょっと好きな。いや、ちょっと待って、さっきまで一緒にいてた子がテレビ出てたよ。やばい、ドキドキする。偶然急に出てきたよ。やばくない、可愛くないっていう。知り合い、もうマジでテンション上がった。テレビで、え、なんかあんな感じなの、みんなも。え、みんなもこんな感じ、え、みんなもこんな感じなの。なんかその急に STU が出てる番組が出始めたらさ、え、みたいな、え、なんで出たみたいな、そんな感じなの。宮城は見れません。地域によるんかな。しちゃうね。広島の警報はまだ発表されてません。
開発広島一緒みたい。はじめまして。うん。台風心配です。皆さん気をつけて、台風はほんまに。ほんまに気をつけて。私も気をつける。気をつける。でもな、気をつけるって何を具体的に気をつけたらいいんかね。ただ意識するだけでも大好き。ここは飛んでっちゃう。飛んでかんようにするね。大丈夫、電柱に捕まるから。こんばんは。この他の卒業公演無事に、あ、そうじゃね、無事に。私さ、あの、やっぱりそういう、なんて言うんだろう、あの台風とか、まあ、地震とか気をつけようって思うけど、あの昔なんか、なんか2000XX 年の東京、将来の東京みたいな、その特集で、そのなんかシミュレーションみたいなテレビを私は学生時代の頃にやってたのをすごい覚えとって、あ、なんか将来のそういうこともシミュレーションでできるんかみたいな感じで思って感動した。北斗の拳、何北斗の拳、11時になるんか。11時ならもうちょっとランキング読もうかな。明日は山口なんや。頭は今日冴えとるんよ、いつもよりはね。でも体が北斗の拳どうしたらいいん。そう、明日もね、なんて言ったって夜寝れないから朝まで頑張んなきゃです。頑張ります。ではランキングを読みます。13位、スエンさん。12位、オールグーリンさん。11位、モックーさん。10位、マキマキさん。9位、ステックさん。8位、マゴロックさん。7位、モミジさん。6位、ノッシーさん。5位、ハイキエさん。4位、黒蜜きなこさん。3位、エイミーさん。あ、こっちだ。3位、クルトさん。2位、ユトさん。1位は、ムラさんです。ありがとうございます。
皆さん今オンラインお話し会受付中だけ、ぜひ皆さん、ぜひっていうか絶対来てね。オンライン話し会しに来てね。クリスマス当日にもあるけんね。私のお誕生日の一週間前にもあるけんね。一週間前に祝いに来てね。バイバーイ。